高浜町と友好都市提携を結んでいる韓国ボリョン市の公式訪問団が28日高浜町を訪れました。高浜町を訪れたのはボリョン市の新純比市長ら8人です。一行はこの日高浜町役場を訪れ、まず出迎えた野瀬町長が、高浜町は自然に恵まれた素晴らしい町です。今後も引き続き友好関係を築いていきましょうと歓迎の言葉を述べました。このあと新純比市長とキム・チュンス議長の2人が高浜町9月議会に特別に出席し、新純比市長は両都市の活発な交流を通じてさらなる友好関係を築き、協力しながら交流を深めていきましょうと挨拶しました。高浜町と韓国ボリョン市は平成19年10月に友好都市提携を結んでいて、以来交互に公式訪問団が訪れ交流を深めています。一行は29日に韓国ミョンチョン小学校と姉妹校の高浜小学校を訪れ、歌と踊りの様子などを見学して交流を深め帰国しました。まず町の公務でお忙しいところ。